皆さんこんにちは、北条義時じゃ。富士宮市と富士の巻狩り、井の頭地区編なり。富士宮市の井の頭というところは知っているかな。富士宮市の市街地から北西におよそ 20km、 富士の巻狩りが行われた朝霧高原の西側じゃ。井の頭というところは富士山の湧き水が至る所に湧き出ておる。水はきれいで、夏にはホタルが飛び交う。湧き水には富士山のエキスがたっぷり含まれておる。その水はマスを育てたり、わさびを栽培したりするのに使われているそうじゃ。ということで、この辺りには水に関係する富士の巻狩りにまつわる場所がたくさんあるんじゃ。ここは陣馬の滝。源頼朝公がこの滝の近くに一晩陣を張ったことから名付けられた滝じゃ。間近に見ると迫力があり、滝にこんなに近づける。ここは真夏でもひんやりと涼しい。滝の周りの水は浅いから安心して水遊びが楽しめる。頼朝公が富士の巻狩りに来たのは5月から6月。ここに陣を張りたくなる気持ち、十分にわかりますな。陣馬の滝の滝口からの景色、まさに映画のワンシーンで出てきそうじゃの。おお、美しい。陣馬の滝の近くにあるこの石は太鼓石。陣馬の滝で一夜を過ごした頼朝公はその夜、滝の下で太鼓を打つような音を聞いた。そこで翌朝、滝壺を探らせてみたら石が出てきての。太鼓の胴のような形から太鼓石と名付けられたそうじゃ。太鼓石の近くにあるこの川は撫で川。頼朝公が矢尻で地面を撫でたところ、その場所から水が湧き出し川になったと伝わっておる。撫で川の清らかな水が大勢の武将の喉の渇きを癒したそうじゃ。水がきれい、それだけでも心が和む。ということで、頼朝公だけではなく巻狩りに来た他の武士たちもこの場所を気に入り、ゆかりのものを残しておる。太鼓石の近くにあるこの桜は畠山重忠の桜と呼ばれている。畠山重忠とは頼朝公の重要な家来の一人だ。若い頃から勇ましく頭がよく、武士の鏡と言われていた。富士の巻狩りの時にこの近くに陣を敷き、この桜を植えたとか馬とつないだとか伝わる桜なり。さあ、井の頭地区編、いかがであったか。いやー、実に美しい景色であった。頼朝公が富士の巻狩りの間、陣でどんな風に過ごしていたのか、みんな想像できたかの。今年の夏は陣馬の滝で水遊びを楽しむこととしよう。歴史を知れば見方が変わり、そしてその場所にきっと行きたくなる。さあさあ、それでは富士宮市と富士の巻狩り、次の場所にいざ出陣じゃ。